ザ・ドラえもんズドキドキ機関車大爆走は2000年にドラえもんのび太の太陽を伝説おばあちゃんの思い出と同時に公開された日本のアニメ映画であるザ・ドラえもんズ映画の第5作同時上映作品と共に第18回ゴールデングロス賞優秀銀賞受賞作この作品より前作までザ・ドラえもんズシリーズの監督を務めていた米谷義ニに代わり 錦織りが監督となった。アチモフが再登場していることから、ザ・ドラエモンズ怪盗ドラパン謎の挑戦状の後日談的作品となっている。サブタイトルがドキドキ機関車大暴走と表記されるケースがしばしば見られるが、これは語気である。作中では、ドラエモンズそれぞれの一人称が統一されていないのが目立つ。また、ドラエモンと寺尾大校長が、 ドラえもんズの映画に登場した最後の作品である。本作は、ドラミアンドドラえもんズロボット学校7不思議から自作までの作品で、唯一、田中同盟によるコミカライズ版が単行本、未収録となっている。かつて、ドラえもんズに敗れ、タイムパトロールに捕らえられた悪の科学者アチモフが、脱獄し、22世紀のパワーセンターから、エネルギーカプセルを盗み出した。 その結果外全体が停電となってしまった。街を救うために、ドラえもんズは一つだけ残されたエネルギーカプセルを届ける任務を負い、車掌のロビンと共に蒸気機関車でパワーセンターへ向かう。ドラえもん映画作品。ありがとうございます。